エディオン株式会社エディオン、A 賞、エジオンコーポレーションは日本の家電量販店チェーン。かつては複数のチェーンブランドを展開する持ち株会社であった。売上高は山田電機、ビッグカメラグループ、小島との単純ガス産地に次いで業界3位となっている。2002年、平成14年3月に中国地方を基盤とする。 株式会社でオデオと中部地方を基盤とする株式会社エイデンの共同でエディオングループの持ち株会社として設立2005年平成17年4月には近畿地方を基盤とする株式会社緑電化を子会社化2006年平成18年7月には関東地方を基盤とする石丸電機を関連会社化するなど徐々に規模を拡大した 2009年、平成21年10月に、事業主会社を、東西2社に再編し、1年後にこの東西、事業主会社を、九州合併して、一連の統合を完了した。一連の再編にあたっては合わせて、地域別ブランド戦略を打ち立て、テリトリー外の店舗を、本来の地域運営会社に移管させた。東京証券取引所、名古屋証券取引所一部上場。 会社コード2730本社は関西地域の基盤強化を目的に2007年平成19年1月から7月にかけて愛知県名古屋市畜作から大阪府大阪市北区道に順次移転している参加には北陸地方と北海道に展開をしている産休がある参加を合わせて1212店舗2014年3月時点を展開し売上高は 山田電機、ビッグカメラに次いで第3位である。また2007年、平成19年2月8日には、都市駅前型の業態を展開するためにビッグカメラと業務、資本提携を行った。最終的に経営統合を目指していたが、方向性の違いが明らかになったことから、業務提携のみにとどまり、統合は白紙化された。その後、 2年間の契約有効期限の満了をもって、ビッグカメラとの業務提携を解消した。過去には、全国展開を進める山田電機など、関東系家電量販店に対抗するために、2002年、平成14年から、エディオン、上新電機、株式会社、株式会社緑電化、サンキュ株式会社、電コードと、業務提携、5社による、 ボイスネットワークを結成し、オリジナル商品の企画、開発などを行っていた。しかし、2004年、平成16年にエディオンと緑電化との経営統合が決定し、一旦残り3社との提携を解消。2007年、平成19年2月には、株式会社3級の株式40%を取得し、連結対象市会社とした。2006年、 平成18年には、家具の製造を行っている、マルニグループの中核企業マルニ木工にも出資し、SPA 化への意欲も見せた。陶器場本店がある、エディオン、広島本店本館の地は、源流会社の一つ、デオデオ、旧商、第一産業第一の創業地でもある。2012年、平成24年に、山田電機が、ベスト電機と、資本、 業務提携した。同年12月10日に、厚生取引委員会が、両社以外の店舗がない10地域のうち8店舗の他、事業者への譲渡条件に合併を承認したに、伴い、2013年、平成25年の9月から11月にかけて、山田電機とベスト電機から、埼玉県秩父市、福岡県朝倉市、佐賀県唐津市、長崎県島原市、長崎県伊佐早市、 熊本県人吉市に所在する6店を受けした。同時に、種ヶ島が問題解消地域となっている、鹿児島県でベスト電気のフランチャイズ契約をしている囲いエレクトロと2013年10月16日にベスト電気のフランチャイズ契約を解消した上、エディオンとフランチャイズ契約を締結し、同年10月25日から旧ベスト電気の17店舗がエディオン、 鹿児島としてオープン、加瀬田店は12月オープンしたほか、ベストファミリーショップとして営業していた鹿児島県内の小型店8店はこれに先んじて、同年10月1日からエディオンの店舗として営業している。2013年、平成25年8月26日には株式会社、リキシルグループと資本、業務提携を結ぶことを発表。同時に、 第三者割当増資を行い同年9月11日をもって、力知ルグループが株式を8.00%を保有する筆頭株主となった。現在は第二株主とともにエディオンは住宅リフォーム事業を強化する。エディオンは一部地域に展開する家電量販店を統合してきた歴史から、統合後もその地域に根付いた店舗ブランドを使用する戦略を取り、 各ブランドのエリア外に展開していた店舗を各地域の分土名へ変更するなどして地域ごとに店舗ブランドを統一していた。2011年10月2013年をメドに店名統一する方針とする記事が掲載され2012年5月11日にはエディオンの誕生10周年を機に直営317店舗のブランドを2012年10月1日にエディオンへ統一する。 発表、発表直前の2012年3月末現在で、デオデオ121点、エイデン98点、緑87点、石丸11点。変更そのものは、同年の9月15日から順次行われたが、10月1日には、正式に直営店、京都府内と沖縄県内フランチャイズ店の店舗ブランドを会社名と同じ、エディオンへ統一した。 翌年の2013年春には、京都府と沖縄県を除く、フランチャイズ店舗、ファミリーショップ業態も、エディオンに野合変更し、統一された。なお、子会社が運営する、100万ボルトについては、従来通りの野合やサービス内容、保証やポイントなどでの運営となっていたが、2017年以降近畿、九州地方では一部で、店舗運営を、 エディン本体に関した上でのストアブランドの変更、洋服店、舞鶴店、北店、福知山店や、近隣のエディオン店への統合、宮崎東店、エディオン、宮崎本店に統合なども行われ、その他の店舗でもサービス内容が、エディオン本体と共通したものに順次改められているほか、エディオンと百万ボルトの両方が出店している、鳥取県や島根県では、広告出や、 バーゲンなどの企画を両者が共同で行うことがある。エディオン設立直後は各店舗とも従来のブランドを引き続き使用していた。その結果2008年頃の関東地区では参加の5ブランドに加えて東京エディオン運営のエディオンの計路ブランドが立つする結果となった。その後2009年から地域ごとにブランドを一本化、関東地区の場合は石丸市。 さらに2012年10月にエディオンの直営店舗については統一ブランドエディオンに変更されフランチャイズ店舗については2013年春に変更された産級運営の100万ボルトについては変更されずに存続している統合後の店名は旧ブランドの店舗からそのまま継承されるが広島県のデオデオ本店愛知県のエイデン本店 東京都の石丸本店は、店舗ブランド統合に伴い、エディオン、広島本、エディオン、名古屋本店、エディオン、秋葉原本店にそれぞれ解消したほか、イオンタウンや、イオンモール内に出店している一部店舗、例、緑イオン神戸北店エディオンイオンモール上北店、や沖縄県内の一部店舗、例、三営ためまた電気館、ウィズデオデオ、エディオンためまたシティも、同様に、 店舗名称を解消した。ただし、北九州市のデオデオ特力店は、近隣にあるサンリブ森常の移転と時期が重なったこともあり、ブランド統一後もしばらくデオデオのままで売り尽くしセールを行って閉店、移転した新店名はエディオンサンリブ森常店。旧デオデオ系の企業には、丸2木工、家具製造業、デオデオエンジョイネット、 インターネットサービスプロバイダーなどがある。また、サンフレッチ広島や、フレアイチャンネル、ケーブルテレビの、筆頭株主である。旧、エイデン系の企業には、エディオンコミュニケーションズ、携帯電話販売、N ワーク、システム開発業務などがある。また、2009年、平成21年4月1日に、エイデンに吸収合併された、ホームエキスポ、旧、 坂木屋ホームセンターは、ホームセンターを運営していた、2014年に、カーマに、事業場と、コムネット、家電配送、2011年、平成23年4月1日エディオンが、九州合併、三井市電化センター、家電店の100万ボルトを、運営、2009年、平成21年2月1日、エイデンに九州合併などもあった。では、島王国、 ゲーム販売、CD 販売、レンタルやミスターコンセント、家電修理を運営している。旧デオデオ時代よりインターネットサービスプロバイダを提供している。当初の名称はデオデオエンジョイネットであった。2012年6月1日付でプロバイダー事業の名称をエディオンネットに統合し、旧名称についてはサービス形態の名称として継続される。なお、 エンジョイネットとクォルネットは、プランの組み合わせにより併用が可能である。グループのオリジナルブランドとして、シングルライフ向け家電、キーワード、キーワード、メーカー共同開発ブランド、クォル、クワル、低価格 PC、エッグプラス、エッグ、消耗品、マイアワーを展開している。また、エプソンダイレクトの販売店舗協力を行っている。 ファミリーショップを除く2015年平成27年現在エディオングループ3級を除くで発行されている会員カードは次の4種類に分かれるエディオンポイントカードに代わる新しい入会無料年会費無料クレジット機能なしのカードでポイントは現金デビットカード電子マネーでの購入時のみ付与されるポイントの付与率は家電品 パソコンにはポイントが付与されない点以外は、エディオンカード ID カードと同等。ポイントの有効期限は、獲得年度の残り、3月31日までプラス1年間に固定された。ポイントカードと大きく違う点は、エディオンカード ID カードと同様に、長期修理保証が標準でついたことである。対象品目は、エディオンカードと比べ少ないが、5年間10年間の、 他に3年間の保証対象商品もある。ただし5年間3年間の保証対象は、エディオンカードよりは、条件が厳しくなっている。2015年、平成27年4月20日から、エディオンで T カードの発行並びに取り扱いを開始した。すでに他の T ポイント加盟店、スタやファミリーマートなどで発行した T カードを所持している場は、エディオンでもそのまま利用できる。 ポイントの付与単位は、エディオンカード、安心保証カードと異なり、購入商品に関係なく、一律税抜き200円ごとに1ポイントが付与される。加算されるポイントは、購入金額合計で計算されるのではなく、購入した商品ごとに計算される。また、エディオンカード、安心保証カードでは、ポイント付与の対象外となる。 エディオンカード以外のクレジットカード決済やサルクレジットの場合でも同一条件で付与される。たまったポイントはエディオンカード安心保証カードと同じく1ポイント1円分として利用できる。かつてデオデオ第一では家電購入が頻繁な顧客を上得意様と呼びゴールデンアップル会員とも称した。特定の時期には一般客に通知されない上得意客向けの招待。 販売会である、ルデンアップル商談会が各店舗で開かれた。店頭で一般客向けセールと同時に行われるが、販売価格が異なり、会期中に商談会案内 DM を持参し、これを店員に見せた場合に、DM 掲載の安い価格変える仕組みとなっていた。現在では、ゴールデンアップル会員は、エディオンカード会員とほぼ同義となっており、 上得意様条項に当てはまる顧客であっても、クレジットカード加入がないと、ゴールデンアップル会員条項からは除外される。そのため、カード会員ではないゴールデンアップル会員は存在せず、DM 送付先はエディオンカード会員に限られている。エディオン安心保証カードの導入に伴い、当カードは新規発行、再発行を終了した。利用サービスは継続されている。 入会無料、年会費無料のポイント専用カード。クレジット機能なし。ポイントは現金もしくはデビットカードでの購入時のみ、付与される。ポイントの付与率は、エディオンカード ID カードと同等。ポイント有効期限も、獲得年度の残り、3月31日までプラスに、年間と、エディオンカード ID カードと同等。サービス開始当初は、 これより1年間短い獲得年度の残り3月31日までプラス1年間であった。エディオングループ4ブランドの店舗で共通して使えるが発行の有無は店舗ブランドによって異なった。エイデンの店舗では発行がない。カード表面デザインには発行店のブランド3種がそれぞれ入る。ポイント専用カード単体では長期保証機能がないが 同居家族にエディオンカード ID カード会員があれば、その本人会員と双方同意の上で、家族会員として登録し、家族会員は購入ポイントと商品の長期修理保証を本人会員のカードに付与することができるただし、たまったポイントの使用は本人会員のみ可能である。家族会員は、自分のポイント専用カードを提示しての会計時に、ポイント付与先を指定しないと意図せず。 本人会員カードに付与されることもあるため、会計ごとに付与先を指定した方が確実である。夏季全国ネット番組にてスポンサーとして CM を放送しているすべてネットワークセールス枠。CM キャラクターは2012年9月10日から100万ボルトを除く店舗のブランド名統一に伴い、ブランド名統一を案内するセリーヌ・ディオン出演の CM を放送。 BS 放送のエディオン提供番組があった頃は、デオデオがエディオンになるという内容で全国放送された。その後、ホンダのぞむけつが起用されている。2013年3月からは、ホンダと得意をしざね、チュートリアルが店員役で共演している。得意起用前には、同社女子陸上競技部所属の木村文子が店員役として出演し、時期があった。 店舗ブランド統一以前は2008年平成20年7月からタレントのところジョージを2009年平成21年10月からウォルトディズニージャパンが管理するディズニーキャラクターを2010年からオリジナルキャラクターのエディ店長を起用している。スポンサー表記はエディオングループであり CM 内容は地域別店舗ブランド時代は 原則同じだが、店舗ブランド名は地域により異なる。なお、東北地方や新潟県、山梨県では、エディオングループの家電量販店がないが、グループ CM は放映された。また、グループ共通とは別に、それぞれが独自の CM も放映していた。エディオン女子陸上競技部及びエディオンアーチェリー部は、デオデオの実業団を遺憾したものである。エディオングランドへの統合以前は、 CM と同様にそれぞれが担当する地域の店舗ブランド表記でスポンサーをしていた。ブランド統合に伴いそれらも再編されているが、ここでは、旧ブランド名による区分けで表記する。カキフト字表記のチーム名は、社会貢献活動として、オフィシャルホームページに明記されている団体、2016年現在。現在、以下の施設のネーミングライツを取得している。エディオンから、 上新電機に転職した元部長がエディオンの営業の秘密事項を不正取得し上神電機に漏えいしたとして大阪府警察に2015年1月13日に不正競争防止法違反容疑で逮捕された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。